暑い暑い。いや、さすがに飲み物飲まないとやばいっすよ、これ。ちょっと昔ながらのベンチに腰掛けて、他にもなんかいろいろ説明したいことがいっぱいあるんですけどね。例えばね、面白いのが、富田方面じゃないんですよね。近鉄富田方面って書くんですよね。で、駅名も富田駅は近鉄富田駅っていう表記になるんですよね。これ、非常に珍しいと思うんですよ、私は。珍しいんじゃないかな。そうでもないの？どっかで探せば、探せばどっかにもあるんでしょうけど、要は、三岐鉄道の電車なのに、近鉄、ね、富田駅っていう駅名なんですよ。おかしいですよね。別のね、ライバル鉄道の会社の社名を駅名に入れるってなかなか、まあ分かりやすいんですけどね。なんでそのことになるかって言ったら、実はこれ、JR の富田駅にも乗り入れることができるんですよね。今でこそね、旅客営業としてはやってないですけど、昔はね、旅客営業でも JR 富田駅行きと、こう、二つあったらしいですね。もうただ JR の方があまりにもね、そんな旅客需要がないもんで、そっちの方がやめちゃったというような経緯みたいですけど。そう。そういったね、経緯があるんで、近鉄富田という表記をするということです。で、今でも貨物輸送は JR の方に需要があるんで、そういうのがある。ですんでね、最初の方の動画のね、プレイバックでここにキラリと、流してる。こうかな。ね、近鉄富田駅を例とぐるーっと曲がってね。で、さっと、近鉄線がね、奥に、それで行き、そこからこうね、こう下を見るとね、すぐに下を見るとね、直角にね、近鉄を直角にね、また線路がバーッと走っておってね、今度それとからこう、ぷりゅって分岐してきてね、こっちにやってくるで、鉄道があります。これが JR と三岐鉄道の短絡線なんですね。というのは三岐鉄道はね、ご覧の通りの、ご覧の通りって見ても感じにくいか、狭軌なんですよね。ですんで、これは JR の在来線とはね、互換性があるということで、実はそのまま直通乗り入れができるというか、貨物がそれで乗り入れをしているということですね。まあ、旅客営業はなくなったけど、貨物営業は今でもね、やってますから、それなんで、多分もう、ちらりとね、その、合流するところ、JR の方と分岐していくところをね、移すとね、鉄道が錆びてないんですよね。ってことは、これやっぱり使ってるということでね、実際にどんなのが走ってるのかなっていうと、ちょうどね、実は取れたんですよ。これ、どこだったかな。大安駅やったかね、どっかで、取れた絵なんですけど、これね、こうね、うちの車があって、今、ね、最高列車の行き違い待ちなんですけど、なんとね、入ってきたのが、貨物列車のね、やつでっていうことで、これが三岐鉄道で使ってるね、機関車なんですよね。そうそうそう。で、そのままずっと、その、太鼓の方でずっと行くっていうね、いうようなやつで、もうこれが取れました。これがね、そのまま JR の方に入ってって、で、そこから、JR の四日市駅の方のね、行って、そこから貨物線の方に、専用線に入ってて、千歳町のね、あ、これも撮ったことあるわ。で、こんな感じでわーっと入れ替えやっておるよっていうのがね、今、どっかに映ってるかなと思いますけど、これが実はこの先のね、西藤原駅ってところに行くんですけど、その一つ手前に東藤原駅ってところがあって、そこが貨物のね、ターミナル駅というふうな感じになっておって、そこからこう運ばれてきますよというのが、いや、ちょうどいいね、やつ取れましたね。いやー、よかったよかった。まあ、一応こういう構造なんですね、ということですね。よいしょ。いや、それにしたってあと今。よいしょ。まあ、ただ、三岐鉄道の駅はね、どこもね、だいぶ年季は入っておりましてね。この辺りなんかもね、見てみると、だいぶ年季が入ってるなぁっていう感じがしますけど。風はまあまあありますね。雲の動きもまあまあありますからね。ちょうどね、雲に隠れるとね、日差しが和らいでいいんですけど、っていう感じですね。ということでね、なんか説明がね、どちらかっちゃってますけどね、
三岐鉄道は先ほども言いましたようにね、お互いのこの二つの線と三岐線と北西線がね、全く独立してしまっている。まあ、期間も違いますからね、あっちのね、北西線の方は、あっちの方がなんかいろいろ有名ですよね。ナローゲージなんでね。またこれだとナローゲージの旅も楽しみますけどね。うん。ですんで、ターミナルが4つね、こう分離してバラバラになるということなんでね。まあ、なかなかターミナルを取りに行くには、一つの鉄道としてね、考えるとね、ちょっとね、大変というのがあります。で、どっからね、乗り換えたらね、効率的なんだろうな。西、あげき駅の方にね、行きたいんですよね、本当は。ただ、あげき駅に一番近いところっていうと、なんだ、東藤原駅か？でもね、多分ね、歩いて1時間は余裕でかかりますよね、あそこからだと。うん。で、平日だとね、確かバス、いなべループバスみたいなのがあってね、コミュニティバスが。あれが市役所経由で確か行ってたはずなんですけど、ないはずなんですよね。日曜日走ってないんですよ、そいつが。いや、平日もごめんなさい。走ってないかもしれませんが、ちょっと確認はいただきたいです。というか、向こう着いたらちょっと確認してみましょうか。ね、っていうところですけど。あとはね、この辺りに来ると見かけない方はね、三重県民の方はもう見慣れた光景なんですけど、こんな感じで、こんな感じでね、山が、えらい、えぐれてますよね。なんじゃこりゃと。前の架線に、ピンとかってしまうんで、なかなかうまくと取れませんけど。あのね、わーっと切り崩れてる山、これがね、藤原の山なんですよね。藤原山でしたっけね。鈴鹿セブンマウンテンの一つでもありますけど、鈴鹿山脈のね、連峰の中の一つでもあるんですけど、要はあそこで石灰をわーっと取ってるんですよ。もうこんだけ取ってるでしょ。すごいですよね。あんだけ山がね、わーって、ね、萩山に なってますけど、あれが石灰取ってるところで、あそこから、毎日ね、こう、貨物に積んで、さっきのね、入れ違った貨物列車に乗せて、今度四日市港の方まで運んでいくと。すると四日市港のね、この辺り、前に撮ったやつをチラリと映しますけど、この先にまたタンクヤードがあってね、太平洋セメントさんのね、ヤードというかね、があって、そこからまた海でね、どっかに運ばれていくんですね。すいません、どこに運ばれてるのか知らないっていうね、おいおいっていうところなんですけど、うん。ね、あんだけね、太平洋セメントさんのところとかもね、あの辺りはね、結構千歳町はね、配達でお世話になっておった地域だというのに、ね、よくね、いろんなところに荷物を運びに行ったりしてるんで、中はね、まあまあ詳しい自信があるんですけど、どこに、ね、漢字の荷物がどこに運ばれていくのかわからないっていうね、ね、いうことですね。はい。いや、しかし暑いな。風があるからまだいいけど、やっぱ、日向に来るときついな。ちなみにこれはゴミ箱だったんかな。今はさ、今も一応原型使ってるっぽいですね。まあしかし、のどかな駅模様でございますよ。やっぱ地方出しって言ったら地方出しですね。駅前に無料駐車場ですか、こういうのありがたいですよね。うん、無料なんでしょうね。まあ無料にしといても問題なさそうな感じですけどね。ニュー川はね、駅はね、駅がね、またちょっと集落の方にあるっちゃ集落の方にあるんですけどね、多分ね、地元の人でニュー川とかねっていうと、どうしても郵便局のある方ね、ここからね、ずーっとね、降りてたところの川沿い、まあそれこそ川があるんですけど、ニュー川ってね、その 川沿いの方まで行くと、国道に出るまでのところにね、郵便局があって、まあその辺りの方ね、通りのイメージの方が強いかもしれません。私もね、よく大安から揚木の方に、用事があって行くときには、その道をよく通ってましたね。で、そこの、ニューガーの、ゆうちょのね、ATM で下ろしてとかね、やったり、してましたね。データパック買ったりとか、あと、定期的に、特定記録とかね、どうしても、仕事で送る必要があった時とかにね、使ったりとか。でも、まあ、北西郵便局の方がよく使ってましたね。あそこのね、局員さんが非常に親切な方、ニューガーが親切じゃないという、そういう意味じゃないですよ。ね、北西郵便局の方にね、どうせね、揚木の方に行って、よく温泉浸かりにね、行ってましたんで、あそこの揚木温泉のところにね。そしたらそこからね、ちょっとね、お散歩してと。ね、
あそこか、まあ、北西スーパーさんあたりにね、駐車場を止めて、もちろんちゃんとね、ね買ってね、そこでも買って、で、上まで登って、まあ、昔ね、北西スーパーの本店さんがね、まあ、残っとった時にはそこで買ってっていうこともありましたけど、で、北西郵便局さん寄ってっていうのがね、ちょうど坂道のね、ちょっとしたね、軽いハイキングって呼ぶにはあれですけど、ね、代わりになってね、良かったもんなんですけどね、喋れば喋るほど、水分が体から飛んでくな。今日予想最高気温38度ですからね。あ、で今のうちにあれですね。あれを調べときましょうね。その、駅間移動するのにどこが一番ね、狭くなってるかね、確認しときましょう。確認するだけして、心折れて、富田から乗ってたらごめんなさいね。本当ならついでに駅間散歩なんかもやりたいところでは、ね、気持ちはね、あるんですよ。山々なんですけどね。いかんせん暑い。そういうのをやる気がないというふうに定義するんじゃないかとね。言われたらそれまでなんですけどね。